ーリーです。はい、今回は最近買った AW の購入品紹介をやっていこうかと思います。最近いろんなところで買ったお洋服だったりバッグ、香水だったりあるので、それを紹介していこうかと思います。はい、最初着てるお洋服から。今は夏なのか秋なのかわからない状態で、半袖なのかなんかちょっとニットの薄いカーディガンでコーデ組むのかって迷いなんですけど、今日はちょっとスポーティーなスポーティーガーリーです。ブランドはミーヤミーヤさんのお洋服になります。 T シャツもミーヤミーヤさんで、スカートもミーヤミーヤさんです。こんな感じ、かわいいでしょ。その流れでミーヤミーヤさん紹介します。こちらかわいいでしょ。水色のリボン体のブラウスのペプラムの形になってるお洋服です。これもミーヤミーヤさんで、他のところと違うなっていうのは、このリボンがチュールになってるんですよ。見えますか、このリボンがチュールになってるのが。さすがにフレンチガーリーでとても可愛いです。ミヤミヤさんのね、デザイナーさんとかとかめちゃくちゃ仲良くて、展示会とかいろんなポップアップとかある時は呼んでいただいて、いつもね、フーリーフーリシフーリシーって言ってくれて本当に嬉しい。でこちらロンティーもあります。でロンティーものすごく可愛いの。ニャンニャンがいるんですけど、なんか世界観がフレンチガーリーでなんか素敵。これからたくさんのところで使っていくんでしょう。私はなんかロンティーの季節が一番好きなんだよね、リサ。次、バブルスブティック。これはちょっとお洋服はもう着て、写真をまだ上げてないかもしれない、インスタに。これも可愛いな。これはセットアップで写真見せた方が可愛さ伝わると思うんで、まあ、写真欄を見てほしいんですけれども、もうものすごく可愛い。こちらもバブルさんとはデザイナーさんの方とお友達で、新作とか上がったらね、いろいろ教えてくれるんですけど、こちらまずトップスね、ね、超可愛くない？このさ、袖の部分がさパフになってるのもいいし、この生地感も好きなんだよね。リサ本当に汗っかきだからさ、ものすごく汗かくんだけど、これは汗じみがわからない。で下がスカートになってます。これの花柄のセットアップなの、超可愛いんだけれども、このバラっていうの、バラの花柄な感じが超好きです。なんだかお気に入りだわ。はい、で次はサクサクいきますね。トリートです。トリートの展示会がこの間あったんだけど、そこで持ち帰ったもの、なんかちょっと受注で、あの洋服はこれだけじゃないんだけれども、他にも頼んだんだけど、先に届いたもの、ねえ超可愛いですか。どうしたもんやらっていう可愛いです。これもなんて言うんだろう、ドットでグレーでチュールで、なんかトリートチュールのスカートとかワンピースとかめちゃくちゃ多くて可愛いんですけど、これはもう夏っぽいし可愛いし、夏はやっぱり黒系のものとかあまり着たくなくて、白とかやっぱ水色とかピンクとか、そういうなんか爽やか系の色のお洋服を着ることが多いんですけど、これはさすがにブラックを選んでしまった。超可愛い。なんかチュールでフリフリだけどブラックだからお姉さんにもなれるし、なんかデートにもちょうどいいかなって思うワンピースですね。これはガチでちょっと刺さった。で次もトリートさん、これはまだ今開けました。これは展示会行った時に店員さんの方が着ててものすごく可愛かったんだけど、これもブラックにしたんです。私ホワイトとブラックがあるんだけど、二度腕出るから、リサ本当に二度腕 NG 人間なんですよ。自分の二度腕が本当に嫌いで、なんか二の腕だったらちょっとなんかこうパフがついててデコルテ出てるようなデザインの方が自分の体的に、なんて言うんだろう、着痩せして見えるって思ってたから、もう絶対二の腕 NG なんだからっていうのを犬ちゃんにも言ったレベルで、衣装さんとかにもだけど最近はなんかさっきのこのワンピースもだし、このトップスもだし、二の腕出しちゃってる私がいる。全然なんか去年とかあって二の腕めちゃくちゃ痩せたとかダイエットしてるって感じじゃないんですけど、なんだか今年は二の腕を出したい気分なので、こちらも可愛くないですか。
もうちょっと透けてるような感じ、お上品でおかわいい。これは丈感的にですね、なんか黒いパンツとかを合わせて着たらちょうどいいぐらい、ちょうど腰くらいなので、まあ、短いパンツを履いて、何ペプラムみたいな形で着たりとか、パンツを合わせて着たりとかでも可愛いね。白いレース状の透けてるような白いパンツを合わせたりとか、リサはやっぱりペプラム型で着たいので、エピヌのニットの黒いパンツとかをリサはこれに合わせたいなって思いました。お次、トリートさん最後です。トリートさんはまだこれからも頼んでるので、なんか届き次第また購入品紹介をやろうかなって思うんですけど、いつもやろうって言ってやらないので、本当に頑張りたいと思います。こちらちょっと珍しいです、フーディーさん的には。なんかちょっとニットって去年からちょっと流行ってると思うんですけど、ニットをやっぱり着たくて、なんかどういう着回しをしたらいいのかわからないと思って、ニットって挑戦しづらかったんですけど、可愛いからトリートさんのやつで、しかもピンクとグリーンで珍しいでしょ。可愛いから買ってみました。こちらにトリートのマークがついておりますね。これはリサはあのダーリッチのベージュのスカートとかを合わせて履きたいです。可愛い、このデニムのやつにも合いそう。ほら、次、これは最近買ったっていうか、まあなんか夏になる前に買った商品なんですけど、これはハニーミーハニーさんで購入しました。デニム、まあ至って普通のデニムだと思うじゃないですか。しかもこれ A ラインで、形がフレアになってもないんですよ。これフレアってこう裾に向けて、この裾に向けてこう広がってる形がフレアパンツっていうんですけど、フレアパンツの方がリサ的には足が漏れたりとか細く見えたりするんですけど、現場に行く時とか TGCT とかに行く時にはリサ本当にメリキュットを履いていく人間なんですよ。だからメリキュットを履いてもフレアスカートだったらちょっと太ももの方がタイトめになってるから、メリキュット履いてるっていうラインが分かっちゃうから、ちょっと A ラインみたいなパンツが欲しいなーと思ってずっと探してたの。でもね、聞いて、 A ラインのパンツを買う時って大体ウエストがでかいの。マジでウエストがでかいし、お尻がダボついて見えるし、余計になんかスタイルが悪く見えるのね、リサの骨格的に。だけど見つけちゃいました。見つけちゃいました。これなんです。このハニーミーハニーのパンツなんですけど、まず押したいポイント、その1、生地がバカ薄いんですよ。これなんてこと、マジで薄くて透けちゃうんじゃないかってレベルでも透けないんですけど、本当に薄くて柔らかいんですよ。こうデニムなのに、まあ夏にぴったりじゃないですか。それで、まあ、A ラインで、あの足のラインが取れなくて、でもお尻はキュッとしてるんですよ。そしてこのウエスト、マジでウエストのサイズを縮めてもらったっていうのはあるんですけど、リサこのウエストマジ世界で一つだと思ってて、リサのウエストのサイズに合わせて切ってくれたんですけど、マジウエストが締まってるだけで本当にラインが綺麗に見えるので、ボタンはこんな感じでなんかポトポトポトってついて、上でしか見えない感じで、中身はこうです。ここがキュッてなってて、ちゃんとこうやってなってる形がどこにもなくて、こうやってね、あのラインが取れなくて、足もフレアじゃないんですよ、こんな感じで。でもしっかりウエストは取れてるから、本当に綺麗な形、理想となる形になるんですよ、これで。これになんか丈短めなトップスとか合わせると本当にバカスタイルよく見えるのね。それをしたくてずっとデニムのパンツを探してたんですけど、あとそのリサがよく履いてる、めっちゃ喋るこいつデニムのパンツのリサがよく履いてるエピヌのさパンツがあると思うんですけど、あれはタイトめなんですよ、ちょっとね。であれもなんか足の形に沿ってスキニーっぽくはないんですけど、なんか本当にスタイルよく見えるリサの中で第1位で感じで、本当に誰が第1位で、これがまあ第2位か第1位か、まあ同率1位なのかなってぐらいのレベルです。なんか気分によって変えます。本当にでもエピヌのあのデニムのパンツは本当にスタイルがよく見えるし、痩せて見える。
これは下上がタイトめでへそ出しとかするときは多分こっちの方が全体的なバランスがいいし、エピナのデニムのパンツは、まあ、結構上がダボっととしててもピチッとしてても可愛い系の洋服でも似合うなっていう感じで、ピントさんしっかりしてもらっていいですかって感じで、洋服デニムのパンツを分けてます。はい、これちょっと推しです。ハニーミーハニーさんのこの何ブルこれサイズ26のやつで、身長26なんですけど、ウエストをものすごく細めてもらいました。キサのウエストのサイズに。次バッグに行きたいと思います。なんか最近さ、アウトレットに行ったんです。東京に来てアウトレットとかに行ったことなくて、爽やかも食べたいなと思って御殿場のアウトレットに初めて行ったんですよ。その時にゲットいたしました、こちら、タラン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 、チャラ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 。こいつが黒いせいで私の顔が白く飛んでいる。おみゅうみゅうさんです。おみゅうみゅうさんをお迎えいたしました。これはなんて言うんだろう、アウトレットで買ったからもちろん安いし、でもなんか15万とか16万とかだった気がするな、こちらのバッグ。なんか店舗で見た時にこれのホワイトがあったのね、普通のみゆみの店舗でね、みゆみの店舗でホワイトがあって、えっこの形この大きさめっちゃいいよって思ったけど、ほらもうみゆみゆさんってやっぱさ高いわけよ。買うにはやっぱり一回ママに電話して、これ買おうと思ってるんだけどどう思う、可愛いかな、使わないかなっていうのを一回ママに電話するんですよ。大きい買い物するときはね、だいたいみゆみゆのバッグを買うときはママに電話します。でまあいいんじゃない、いらないんじゃない、まあ持ってるんじゃないみたいな感じでママ言ってくれるんですけど、それで私はまあそうだよね、いらないかって思って見送ったおみゆみゆさんのバッグがアウトレットにあったんですよ、こちら。もうこれは運命的な恋はつらいだと思ってお迎えしました。でホワイトとブラックがあったんですけど、ちょっと怖いのでブラックさんにしていっぱいたくさん使っていこうかなって思ってます。これはなんかねちょうどいいんです。メイクポーチ持っていきたいなと思うときはリサ大体バッグがちっちゃいので、トートバッグじゃなくてこういうバッグに入れて飛行機乗ったりとか、TUCD に行ったりとかしてます。おみゆみゆさんはこれからもたくさん使っていきたいと思います。次じゃじゃーん、続きましてもバッグ、これ可愛くないですか、麦わら帽子みたいな麦わらのバッグ。これ H&M で買ったんですけど、いくらだと思いますか、こちら1500円です。なんかセールになってて H&M が、フィアンチがこのバッグ持ってて、そのバッグかわいい、どこで買ったの、おっさん H&M めっちゃ安かったよ今セールになっててって言ってたから、エサも欲しいと思って一緒に買いに行きました、その場で。だからその日お揃いだったこのバッグしかもこれ結構入るんですよ、鍵も入るし、エアポッツも財布もマスクもリップもメガネも扇風機も入ります、今は暑いからってぐらい優秀なバッグです。結局さリサちっちゃいバッグが多いんですけど、何また手持ちの紙バッグとかを持つんですよね。やっぱ入らなくて帽子とかも入らなくなっちゃって、ああなんかまたバッグ持たないかもと思ってバッグ持つんですけど、こいつがあれば大丈夫。しかも1500円だから、まあ、なんかちょっとデニムで汚れちゃっても大丈夫かなっていう。これがまたおみゆみゆさんとかだったらって話は変わってくるんですけど、1500円だしもう可愛いしということで、今年の夏っきりだとしてもたくさん使っていこうかなっていう。このバッグがねこういう麦わらで夏っぽいとファッション的にも夏度アップって感じで可愛いですね。次メガネ紹介します。最近ずっとつけてるサングラスなんですけど、これはずっとなんか可愛い女はみんなこのメガネをつけているんではないかっていうレベルで、このメガネを使ってる子がいるんですけど、リシーこちらのリシーのメガネサングラスなんですけど、伊勢さんのところでなんかフレームとガラスを自分で組み合わせて作れるんですけど、私はこれにしました。
フレームはこのなんかべっ甲みたいな感じの茶色のやつに、このサングラスはローズだったかな、グラデーションのやつ、ちょびっとサングラスみたいな。なんかずっとサングラス欲しいなと思ってたけど、なんかリサ本当になんて言うんだろう、シャネルのサングラスとかミュウミュウのサングラスとかかけたら誰か引き連れてるよこの女みたいな感じで、本当にサングラス負けしちゃうんですよね。なんか海外とかだったらいいんですけど、なんか普段使いでサングラス欲しいなって思ってたから、なんかそれ普段使いができないような顔のタイプなので私はだからサングラス負けしないようなサングラスを探してたらこちらに出会いました。可愛いでしょ。ちょっとお気に入りでずっとつけてます。可愛いでしょ。次、最後になります。最後は香水です。最近買ったばっかり、本当にこちら、なんて言ったってお気に入りの私の香水、こちら、本当にガチで推したい。男を惚れさせる香水だと思う。マジで、本当に、なんて言うんだろう、どこの香水つけてるのとか言われたし、美容師さんとかにも、その香水何つけてるのとか、男にも女にも評判がいい香水。これ。マジでこれ。ジバンシーのランテルディっていうやつなんですけど、前こっちちっちゃいサイズを使ってて使い切ったんですよ。私香水を使い切るなんて人生初めてなの。もうそれくらいいい匂いだし、マジで男にも女にも受けがいい香水なんですけど、それのちょっぴり大きいサイズ、こっちが30点、こっち50かな、50ミリサイズを買いました。可愛いでしょ。香水はたくさん持ってるんですけど、本当にこんなにもなんか一目惚れした香水っていうか、いい匂いの香水はないなって思って、なんかずっとなくなってたから買いたいな、欲しいなって思ってたんですけど、百貨店とかに行く機会がなかったので、この間ちょろっと時間ができたので寄ってみて買いました。やっぱり君が好きということで、この香水がものすごくお気に入りです。フーリーの匂いは今こちらになりますって感じですかね。はい、こんな感じで最近の買った購入品紹介でした。購入品紹介はね、なんか本当に常に何かを買って、で買ったりとかをしてるので、やっぱお洋服大好きなの でまた紹介できるように頑張ります。その度に見てくれたら嬉しいです。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントもしてくれると嬉しいです。ちゃんと見てるよ。あと他の SNS、 YouTube、 TikTok、 インスタ、 Twitter とかもたくさん SNS 動かしているので、そちらも見てくれると気が溢れます。はい、じゃあバイビョーン。てか最近めっちゃ肌綺麗なんです。